はい、こんにちは、ずんぞうです。今回ですね、ウィッチチャコルマイメロディ使っていこう。イラストがいいね。イラストがめちゃくちゃ可愛いね。これ耳見てください。この耳がさ、プニプニそうじゃない？これ触ったらなんかプニプニ感が満載な感じがするな。これで見て、この肉球もこれプニプニ感あるね。なかなかちょっと俺最近さ、猫触ったからさ、めちゃくちゃなんかこのプニプニ感ちょっと味わいてえと思ってる俺で、入り方が、実況の仕方がキモいけど、小学生がこんな感じかな。泥鏡とか持ってたり、全パラ強化あったりで、 L 字4つ持ってるで、10強2つ4つか持ってるんだ。この10強積もってるおかげで軽く結構出せるなと思っていいっすね。で、6ターンでこのスキルが、このもろもろ回復して一旦遅らせて一旦最大 HP2 倍にする、このスキルがなんとも、まあなんかラクスクラインっぽくていいなっていう、まあ規則性版で軽く出るラクスクラインっていう感じなんかな。ちょっと分からんけど、で、まあ、このスキル、まあ、2倍だからね、相当 HP も上がるし相当強いと。で、この弟子がいるんだけど、弟子はまたこやきめっちゃ持ってるとかあるか。で、今回ちょっと新バンジュで遊んでいこっか、ジノン使って遊んでいこっか。まあだいぶ結構大ヒットに入ってくる、結構いろんなパーティーに入ってくるね。もしかしたらラクスクラインとか持ってなければ、まあ、正直ラクスクラインと比べる必要ないんだけど、まあ持ってなければワンチャンこれ代用ってかさ、まあ、なワンチャンなんかこう代わりとして使えるかなっていう感じは結構あるね。今日もめっちゃ噛んでるぜ。で、ジノはこれつけてるね。5色と泥鏡つけてると。で、フランキーをつけた。アメリカはね、強いね。アメリカやっぱね、激減幕で相当強いわ、これ。で、マシンとフランキーの武器つけた。で、チャコルマイメロディがスキブとマシンタイプと2ターンチャージかな。で、C2 が5色とスキブ持って。で、今回この、あ、待って。ちょっとニジピー、お、やばいだろこれこれマジか。ニジピー大量消費やん。これ大量消費したんだけど、ニジピー嘘、50分けか。50の2だから25体、25体持ってかれちゃったこれまあいっか、まあ、動画のために使っていこうか。で、これで、まあ、あれが作れるね、あれが解放できるね。これハローキティ解放できてやっていこうか。で、シンクロ覚醒解放。で、このキャラがやっぱね、強い。ラフィーネ・ハローキティ。これがやっぱね、相当いい性能してるんだ、これ。3ターンでこの上限も上げるし、操作時間も上げるし。で、まあ、火力もいっぱい出るしね。相当これいいっすね。で、マシンタイプとスキブ持ってきた。で、フレンドさんがガチャドラ。やっていこう。よし。まあ、昨日みたいなバットバツ丸くんの時よりかはだいぶね、こうあれかな、まあ、スムーズにいけるはずなんで、まあ、ジノだからいけるはずだ、いつはけるはずだと思う。めっちゃ感じた、なんていけるはずだと思ってる。で、これ打って、これ、あ、こっちだから打ったらよかった。まあいっか、これで打って、で、チャージ OK、 遅延で、チャージ変身新スキル打つ OK。これでやっていこうか。これで適当に、まあ別にこれでいいか。まあこの子だけ倒せばいいか。この子だけ倒せれば、あ、まあ、遅延効いてるか。遅延効いてるからまあいいか。これで、みんな、光がねえ、この実況多分光がねえわ。もう希望の光ねえわ、これ。これ光ねえと思ったんだけど、これラフィーネ持ってたわ。一旦これリタイアしたらさ、これ持ってたわ、こっち。このキャラ持ってたわ。ってことは、まあ、4色とか組んで、いっぱい、まあ、シコシコ組んで、で、あれかな？チャージしてさ、まあ、いっぱいチャージしてさ、あと6ターンか。4ターン代用できるかな、これ。4ターンできる、これ。で、こ
こんな感じで、まあ、これでいこうか。ちょっと刺さるけど、まあ、これでいいかな、まあ、これでいいか、これでいいか、 OK。 これで、まあ、4色か。これで4色なんだ。そっかそっかそっか。じゃあこの子だけ倒せるかな。この子だけ倒してほしい。で耐久して危ない。危なすぎる。でこれ打って、あと1ターンで、あと3ターンか。なるほどね。マジか。ちょっと待って、これこれ倒せんかったら終わりだ。倒せんかったら終わりだこれ。でこれでなんかめっちゃコンボ入って、木が入ったよ。いいよ、倒して。あ、全然勝てえわ。うん、全然勝てえ。おう、 OK。 みんなこれさ、 C2 のところ、 C2 のこのここの武器をさ、副属性光に変えてきた。これでいけるでしょ。これでいけへんかったらもうちょっと、もう引退も考えようかな。ちょっとこれ通して光もらって、まあこれでいいか。水にしようか。 OK、 これで全体も入った。これであと 1OK で8コンボでチャージが止まって、あ、止まるね。 OK で倒して OK でルーレット作っていこう。でこれも打っていこう。2倍ね。2倍だ、2倍すごいね。ちょっとあれしよっか。ちょっとまあ一旦耐久とか貯めて、でこれ打って、うん、まあ、こんな感じでいこうか。こんな感じでやっていこうかな。で、まあ、これでいこうか。まあ、スムーズに、スピーディーにいこうか。スピーディー勝山でいこうか。スピーディーにスピーディーにやっていこう。これで向こう貫通が倒してるかな。 OK、 倒して、 OK、 倒して、で2階層ラガブーリンね。ラブガーリンじゃなくてラブガーリンじゃねえよ、ラガブーリンね。でこれこれ打とうか。これ打って OK。 でこれも打って、でアメリカ打って、完璧や。完璧すぎんねこれ。でもう斜めが入りまくって OK。 で水、パズルが絶好調だこれ。みんなパズルが絶好調すぎるこれ。これでいこうか。え、すごいこれ、パズルもうやばいぞこれ。10コンボ、あ、ミスってるわ。ミスってるわ。で耐久 OK。 まあ、まったりまったりいこうか。まったりんこまったりんこでやっていこうかな。で水つながっちゃうけど、まあいっか。指が少ないかな、今指少ないか、今指が少ないかな。 OK、 こうしようかな。 L 字ができなかった。ははははは。これで13コンボして OK。 100パンチ硬いな。うん、やっぱここら辺が上限出てるけど、上限解放してるけどやっぱ出ねえか、あんま出ねえか火力で。これ打って、でちょっと少ない、あれ HP、 HP ちょっと少なくね。ちょっとこれでいこうか。 OK、 回復もして、さあこれで14コンボして、いい落ち込み入ってる、ナイス。55億。あれ、ちょっと待って、なんか俺ミスってんな最近。最近ちょっと俺ミスってんな、いろ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 ミスってんな。これ打って、ちょっと待ってね、これこうして、あ、うまい。あ、ちょっとミスった。これでちょっと早いんだ、パズルのスピードが早いんだ。ちょっとこれ倒して OK。 さあさあさあ、前田刑事になっちゃった。千住の前田刑事になっちゃった。さあさあさあ、これ吸収とか、吸収打っちゃって OK、 タイプして毒は弾いた OK。でこれ打っていこう。でこれも打っていこう。いや、ちょっとね、俺やばいぞ、ルートめっちゃ見えてるぞ今回。めっちゃルート見えてるわ、ルーティング、リクルートかってぐらい、リクルートかってぐらい見えてるこれ。ちょっと就活しちゃおうかなこれ。 OK、 これで6万しかね、回復がね、ちょっと待って、回復できんかった。もうちょっとやばい俺、組み忘れ多すぎ、耐久できない。あの、めんどくせえし、コンテした。もう
メンディーちょ関口だったから今度さこれ打って OK でさ、なんか iOS 俺変えたんだけど iOS18 アップデートしたんだけど、なんか録画ボタンの位置がなんか若干変わってて録画ボタンの位置若干変わっとって、ちょっと操作ミスっちゃったで、なんでもない、なんでもないです。で、これで倒して OK 倒してで、フィロ、お、なんかでもこのパーティーいいね、コラボキャラしかいねえけどコラボドラゴンになっちゃってるけど、あ、来た。これさ、ルレット作ってで、L 字しよっか。あ、これ打つのはまだ早いか。ちょっとこの木の L 字、木の L 字が結構効いてくんね、これマジで。これはあれだよ、これめっちゃすごいよ、結構回復するよ、これかなり回復する。これ木にして OK で回復4ターンいいね。やっぱ L 字4個持ってんの偉いな。結構さ、この覚醒回復枠ってさ、なんか結構さ L 字2個とかさ、 L 字2個とかさ、いや、ミリ残ししちゃったな。待って、もう待って、マツコちゃん。こんな短期間でコンテストすることある？こんな短期間で、離婚しちゃったわ。うーわ、ちょっと、恥だ。恥郎。サブロー一郎の、兄弟。オッケー。ちょ、これ、何言ってんの、これ。これで、うわ、恥じるべきだ、これは。これは恥じるだ。恥じるわ、これ。まあ、逃げ恥っつってもね、逃げ恥っていう言葉があるぐらいだから、まあ恥でも逃げてもいいんだ、恥でも逃げたらいいんだ。北海道で、トウヤ、なんだこの実況は。で、これ打とうか、これで効いてくんね、これが、これ効いてくんね。これ打って遅延もかけれる、ちょっと待って、ナイス。ルーレット、まあ、だからといってって感じやな。だからといって、まあどうなんだいって話だけどね遅延はでもあれか、どっかで刺さるんかな、どっかで使えるって感じかな。で、回復を4ゲシしよっか。ちょっと4ゲシ忘れすぎだな、4ゲシ忘れすぎてるから、4ゲシをしっかりして、いい、軽くで、6万じゃねえよ、6階層。ねねこだっけ、まひめか。チャージ、これ半減貼れるね、 OK。ルーレット作って、いた、待ってね、あの尿意棒が痛い、ちょ待って、これ打って OK。 これで、まあ、一旦様子見パンチは、一旦ね様子見パンチして、指伸びてるし、指もしっかり伸びてるし、あらら、これ待って、回復しようか。ちょっと迷ったけど回復にして OK。 13、15、これで倒せる、火力出てるね、いいね。倒して水源ね、 OK。 吸収、うん、まああるね。ちょっと待ってね、一旦これさ、あれしよっか、あの5色組むだけというか、一旦やり過ごそっか。やり過ごしの水が欲しいか、水欲しいね。天然水、アルプスの天然水欲しいね、これ。もしくはイロハス、オッケー。これで一旦やり過ごして、で乱数調整かな、このデバイジノトリスタンの乱数調整していこう。オッケー、これで溜まれて、オッケーか、オッケーだ。で C2 も打っとこうかな、オッケー。 C2 打って、これも打って、まあ、2ターン U あるしね、2ターン U あって、でちょっとこれは刺さるけどいいでしょう、別にいいでしょう、関係ないでしょう。 OK、 これでいこう。4ゲシも回して、 OK、 回復上がってる、回復上げるんだ、上げない、あれ誰が上げてるこれ、誰が上げてるこれ回復あれ誰、これかラミリスか。で、これ打って、いやー、でもね、サンリオキャラのキャラは、サンリオコラボのキャラはね、まあ、なんだかんだなんか言われてるけど、いっぱいこうなんか
しょうもねえみたいな言われてるけど、いやなんか俺強えと思うぞ結構使い方によっては強えかもしんねえ。ちょっともうちょっと見たかったけど、これ回復にしよっか。 OK、 これでうん、なんかなんだかんだ強い、まあ、使ってみたら強いって感じはある。結構あるそこそこあると。で倒して、で7階層大凶小凶、うん、溜まってるね。 OK、 ジノ打って、打てばまあ56もかけ、54もかけするし、かき消して雪原打って、 OK、 雪原打っていこう。でまあ適当に組もうかな。てかさ、俺いつ治んのこれ風邪鼻声いつ治んねん。俺鼻声いつ治んのこれ。林先生、林先生これ今じゃないよ。マジか、今じゃねえんだこれ。 OK、 倒していこう。これで12コンボして倒していけ。 OK、 半分いって激減張ってるし大丈夫で、大丈夫で、ショウ、オッケー。うん、マジで、まあ、ここら辺の攻略方法、攻略法はもう、激減一択やな。激減一択っすな。で、これ、闇にしよっか。オッケー、これでいこう。パズルもうまい。あ、いや、でも、ね、やっぱ4消し忘れちゃうな。回復の4消し忘れちゃうな、だいぶ。めっちゃ忘れちゃう。そこ気をつけようか。気をつけよう、気をつけよう。で8階層ソニアね、ソニアとクロホンドラ、うーん、まあここもあれかな、別に別にって感じ、別にって感じ。沢尻、沢尻エリカって感じで OK。 でこれ打って、いや2倍なんの偉い。あ、遅延効いた、遅延効いた、ナイスいいね、遅延効くナイス。でこれもうワンパンしてえな、この子ロックオンしてワンパンしてえな、マジでワンパンして、L 字しよっか。L 字して、ちょっと待って。火にします。まあまあまあ。まあまあまあでしょう。光にしようか。一応光つくか。これで、回復してねえぞ。みんな。おー、ナイス回復。ありがてえ。都合のいい回復。都合が良すぎる回復。ワンパン、素晴らしい。遅延効いてるから、行動せんと。この子が行動しないと。あ、素晴らしい。素晴らしいね、これ。いいじゃん。強えぞ。なかなかに強えぞ、この、チャコルキティ。これでいっか。これでいっか、オッケー。さあ、これで、倒していこうかな。倒せるでしょう。倒して、いやー、素晴らしい。いやでも、でもやっぱ10強4つ持ってるけど、冬がねえから、冬がねえから、こういうダンジョンでは、あんまり弱いかな、火力的な意味では弱いかもしんねえな、これ、もしかしたら。そうだね、そこはちょっと火力面では期待できんって感じか。まあ、スキルが相当強えんで、スキル本当にこれ、めちゃくちゃ優秀だからさ、まあ、スキルが強えっていう意味では、だいぶこのバンジュに刺さってるというか、バンジュ適正かなと思ってるわ。これでいっか、OK。これで全力組んで、全力で組んで、OK、15コンボして、回復もしっかりして、OK、いいよ。落ち込んが乗ってんね。いい波乗ってるねっていうやつ。で、倒せる、ワンパン！お、結構このラフィネキテが効いてんのかな？ラフィネキテが結構火力出てんのか、これ。もしかして。あ、いいっすね。いいね、いいね。でまんまと、まんまとじゃねえ、もうすぐにボス来た、ボスに到達して、うん、やっぱルーレットワークね、ラフィーネキティが俺結構好きだわ。まあ、ラフィーネコ、ラフィーネコとかさいるじゃん、今の環境はラフィーネコとかさ、ラフィーネなんだろう、なんとかラフィーネとかいるじゃん。だけどやっぱラフィーネキティ強えな、ラフィーネキティやっぱ俺好きだわ、俺結構。これでいこう、 OK、これで13、14、15、まあ、使い分けかな。正直ここのルーレット枠はもう使い分けって感じやけどね。 OK、 これで押し込んがランダンで来い、ランダンで来てくれ、倒して OK。 膝かきながら実況してるわ。 OK、 でこれ打って耐久ちょっと怖いか、待って待って待って、
耐久力がちょっとない、これもしかして4騎士ショッカー、濃昏して濃昏、待って待って待って、危な待って危ねえ、ちょっと4騎士の火力回復少ないか、少ないか、うん、まあ大丈夫か、ちょっと指現象危なかったです。耐久して危ねえな、ちょっと待って、これ耐久できるかこれちょっと待って、これ耐久できひんかもしれん、いろんなところが、ちょっと待って、やべえ、ずれたずれちゃった、斜めが入んなかった、斜めが、水倒せればOKだOKOK、 いやどうだこれ、HP2 倍にしよっか、 HP2 倍にして、で万華鏡シャリンガンされて、うーん、これどうか、うん、でもやっぱスキル強えぞ、6ターンか、まあ6ターンで打てるスキル、まあちょっとね、ラクスクラインっていう化け物が強すぎるんだ、あのお姉さんがもう強すぎるから、正直なんかもう比べるのってもう違うんかな、やっぱ回復は4消ししてね、え回復、おお、ナイス、素晴らしい回復だった、超冴えてる、超落ち込ん冴えてる、落ち込んうち発動してるこれ、セルフ落ち込んうち発動してる、これきつい、これ打って、うわ、そこにルーレット作ったか、まあ別にいいか、まあ、やっていこうか、あーまあこれでいこうかな、これで落とし、うーん、ちげえな、ちょっとまあつながるけど、これで許して、 OK、 これで栄養失調の空番線、栄養失調空番線倒せるかな、倒して OK、 倒せるぜ、 OKOKOK、 いやーごめんねみんな、このゲームオーバーして負けてうわーってなってるの期待してる方申し訳ない、これサクサクだわ、サクサクすぎる、ちょっと正直で OK、 でこれ打っていこう、んーまあ C2 とかも打っちゃっていいかな、ちょっとこれさ耐久力怖いからさ、耐久の場面が怖いからちょっとこれ使うわ、まあ闇にしてえな、闇ラミー、これで、でまあ22万あれば耐久できる、さすがに耐久できる、さすがにできますよと、で80億ちゃんと出していい火力だ、 OK、でこのルーレット気をつけようかな、148000、大丈夫か、待ってあれ、ちょっと待って8004、何本ある俺ダメージ、待って大丈夫か、これ計算してんかったけど、ちょっと待ってんー、まあいっか、これでキーにしとくか、キー L 字にしとくか、でこれで OK、 待ってちょっと待って、これ素のダメージ、素の HP で耐久できるかな、これ耐久できる、できます、これ、ここはワンパンでき、そこはしてくれよ、そこはしてくれよっていうか、16万あった、今見えたダメージが16万あった、やばいぞ、これは止まる、2ターンか、ちょっとこれを、このスキルを駆使していこうか、このスキリングを駆使して、嘘でしょ、ちょっと待って、ここで死にたくねえぞ、これ OK、 これでいこうか、4ゲシもしっかりしていこう、まあ、一応ね、一応、まあ、次ダメージだけど、一応使って倒して、いやマジか、負けたくねえ、これちょっと待って、これ撃とうかな、アメリカ撃って OK、アメリカ絶対打とうか、絶対アメリカ打って OK、 でこれ打って、でここはもうちょっとワンパンしたい、このシールドをワンパンしたい、破壊衝動のあるスキマスイッチみたいな感じで、ちょっとこれマジでシールドぶっ壊して、もうシールドはマジでぶっ壊して、積み上げたものぶっ壊してくれ、これ倒して、うーわマジか、
マジか。ちょっと待って、あと2ターン。あ、これどう、これどう、これどう、これ打ってで2倍にして、そうだ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 、俺には2倍がある、俺にはこの HP2 倍があるんだ。これでちょっと待って、焦んのが良くない、焦んのはマジで良くない。指現象がないからと、指延長がないからといって焦るのが一番終わり、もう負け負け負け、一番負けで確定ね。 OK で倒して、いやーちょっと緊迫してるね。はーい、タラちゃんになっちゃった、イクラちゃんだ。